そろそろ食えるようになってんじゃねえか食堂。どうも、あすみです。どうも、上原です。上原です。はい、ということで食堂の第2弾、まさかの怖いですけど、前回は終わった冷蔵庫の中を開けましたけど今回はちょっと僕が嫌いな食べ物がめちゃくちゃ多くて、ほんと嫌いなもん俺食べないから10年ぐらい下手したら食べてないのよ、全ほとんど。だからその中でなんかさすがにそろそろ食えるようになってんじゃないかっていうものをちょっとみんなにこう当ててほしい。俺も正解はわからない。味覚の好みって変わりますからね。そうあのコーヒーちょっと飲めるようになってきました俺。で、あのリストアップをしました、自分の食えないもの。ありがとうございます。それがまあこんな感じなんですけど。うわ、多いな。めちゃくちゃあるツナ、ドクターペッパー、かしわ餅、桜餅、よもぎ餅、羊羹、寒天、パクチー、紅生姜、ピーマン、ライチ、ラム肉、ミネストローネ、チョコミント、玉ねぎ、ニンニク、ネギ、辛いもの、カール、スコーン、ケーキのスコーン、抹茶、漬物、ジャスミン茶、紅茶のケーキ、口の中がパサパサするもの、なんか鬱陶しいもの概念パッと見で何が入ってるか分かんない食べ物、料理、ハヤシライス、燻製したもの、ビターチョコ、杏仁豆腐。こっから選べばいい。そうですね、まあ、ほんの一部なんですけど、1個今からしても買ってきてもらって、はい、僕に食べさせてください。で、食べれるもん買ってきた人が優勝。商品はじゃあ今後あなたが整体に行くときは経費で落としてあげます。おっしゃー、すごい。これ意外といいよ。めっちゃいい。熱いぞ、ね、肩甲骨剥がし放題その代わり誰もダメだった場合はもらえますよ僕。だちゃんとやるから真剣に。ああ。そこやるからジャッジはするけど本当に何人とも食えないもんだったら俺もう剥がし放題じゃあちょっと買ってきてもらえますか。いきますか。はい、じゃあお願いします。お願いします。ということで買ってきてくれたみたいですんで石井からかな。はい、はい、僕が買ってきたのは、うん、見えましたよねこちらミネストローネです。あー、これではやったわ。いやでも美味しいと思います。俺絶対食えないよ、いらないもんな。そこでギブっていうのもなし一旦食べてから、ね、うん、一旦せっかくね買ってきてくれたんだから。はい、俺ちょっとあー無理だな。いや何を渋ってんのか全然わかんない。好き、全然好きです。トマトの方が美味しくない？工夫を凝らした後の料理より。俺はトマトが好き、すごく。人参とかもなんか嫌な。人参は好きや、ここに入ってるんじゃ嫌なそれぞれのさ、その得意なフィールドがあるじゃん。それだけでいいのです。みんなはどう？普段これは食べること出されたら普通になんてことなく食べますけど、ね、ああそう、はい、料理はどう？いや食べますあ、ほんと？でもなんか食べないで大丈夫でしょうね。全然食べないじゃん。じゃあ食べる食べる。あーもう匂いやな。ちょっとその具材全部入れてくださいね。それ一個ずつ食べるとか全く意味ないですからね。それミネストローネの全部ミネストローネを食べる。ミネストローネを食べる。トマトを食べるとかじゃないですかね。せやだまれこれじゃあこれでいい、これでいい。あーいいですね、いいですね。でいただきます。はい、あハ熱くて美味しくない。俺は冷たくて美味しいものが好きなの。猫舌だから。ああなるほど。それ知らなかったな。じゃあミネストローネはうんダメ。いやダメだもん。いやでもなんか分かってほしいの、別に食えるは食えるのよ。うん、うん、それそうじゃん、なんか、うん、そういうもんじゃないよ、まあね、でも嫌なの、なんか口の中、あじゃがいもの感じとかコンクリ
コンクリアの固まる前に工事現場でさ、ボトボト落ちるの見てとかあるし、タンクローリーからーあれを食ってる感じになっちゃう、なんかイメージが豊かですね、想像力が。ありがとうございます。ほらほらね、やっぱこうピルクルが一番美味しい。ちょっとじゃあ次行きましょう。皆様ね、ダメだったことで次行きましょう。ちょっとね、はい、僕が持ってきたのは、はい、こちらですね、しそニンニクです。これは本当にダメだ。あれなんですよ、漬物にあったんで、あのニンニクと漬物の2枚抜きで、うん、いやで書き忘れてるけど、俺しそもあトリプル青じそドレッシングは大丈夫なんだけど、あしそそのものがこれマジで俺食べなきゃダメ。いやでもさっき別に食べれないもんではないっていうことを自分でおっしゃってたんで、まあ、ニンニクはそうだね、うん、ニンニクはそのなんか入ってたら好きなのよ、うん、あーなるほど、単体これかね。もともとそういうもんじゃないの、これって。お前食えんのじゃん、これ。食べたことないですけど別に食べれると思います。それがすごい、食べたことないものはもう食べない俺は。あまあまあまあ。あ、なんかラッキョウみたいです。ラッキョウも食えない。漬物コーナーにあるもん、全部漬物も食えないし、ラッキョウも食えない。漬物なんでなんですか。キモい、キモい。いやー、これ本当に嫌だな。ミネストローネは正直もうなんか全然マシだったね、今これに比べたら。うわー、全部食べ、もういっか、いただきます。あー、本当にダメ。おー、これめっちゃいい。もう食感も怖いし、でこの噛んだ断面から出てくるものがもう全部嫌い。ニンニクがふわっと広がって、うん、だだマジで怒りそう。怒っちゃいそう。もう論外。ちょっともうりょうや頼むわ、はい、よし。いやー、美味しいので終わりたい。まあちょっとね、みんなちょっとレダカとか気にしちゃってるかな、ちょっと。あー、それは、まあうん、あれゆうたとかゆうたなんかさ、あれ嫌いな人の方が多いぜ、多分、うん、嫌がらせに近いね、それは。ひどいよ、ちょっと克服しようとしてる人に対してそれは良くない、うん、ということで僕は杏仁豆腐です。あー、それでもなんだ、俺結構嫌いなんだよ。ただ食べれる杏仁豆腐もこの世にはあって、はいはい、あ、中華、あの、なんかさ、安いか、杏仁豆腐はもう、杏仁豆腐はダメなの。あの、寒天みたいな。うん。あ、なんか滑らかに切ってあるような、うん。ほぼプリンじゃんってなったら、食えるのよ、うん、俺多分。でも、プリンみたいじゃないですか。とろける杏仁豆腐でしょ？濃厚って書いてますね。あ、マジででもいけるかもな、そしたら。うん、おぉ。ココナッツオイルが入ってるもんな。ココナッツが嫌いなのよ。どんどん出てくるの珍しいです。あれ、石鹸だろ、あれ。いや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 。いただきまーす。味わかる。ずるいずるい。ずるいずるい。ずるずる。こら。四国が。締めて呼ぶな。あ、ダメだ、ごめんなさい。なんかこれは溶けたプラスチックを食ってるみたいな味がするんですよ。しない。これは絶対わかる人いる。これあれだよな。ドクターペッパーと同じ味だよな。あ、まあでも確かにドクターペッパーが杏仁豆腐の味しますもんね。そうなんだ。なんだ今。俺が杏仁豆腐と同じするよねって言って、確かにドクターペッパーが杏仁豆腐って喋ってる意味がある。早口で。逆再生。早口逆再生喋る。しちゃった。いや、これ絶対分かってくる人いると思う。杏仁、違う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 。杏仁豆腐は、ドクターペッパーの方じゃなくて、杏仁豆腐は、なんか溶けたプラスチックを食べてる味がするの。え？いやー、ちょっとでも、本当に無理だったわ。だからマジだったらミネストローネが一番マシだった。おー。今思えば。あと、個人的には本当に申し訳ないけど、柏餅挑戦したかったんだ。それで俺はこの企画を持ってきたんだけど、知らないな、知らないこと言う。まあ、またやろうぜ。そうですね、まだ嫌いな食い物を増やしとくからね。はい、ということで、優勝者なしなので、うん、今後僕は肩甲骨剥がし放題ということなんですね。やった、おめでとう、おめでとうございます。自分の中でこう好き嫌いっていうのを物事をはっきり分けるといいことがありますね。それではまた。そうですかね。じゃあ終わりましょう。終わりましょう。はい、すみません。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。